元気出していこう、てっちゃんねる。元気出していこう。てっちゃんこと荒川哲夫です。川島みるです。元気出していこう、てっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学の学長で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に、病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気に、さらには大阪から関西を盛り上げようという番組です。今日も最後までお付き合いください。この番組は小野薬品工業の提供でお送りします。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい、小野薬品。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、今日のテーマは新型コロナに打ち勝って大阪を元気にというテーマです。はい、元気になりたいですよね、うん、でもてっちゃん先生の大好きな野球界では元気になる話題が、そうですね、大谷君ね、もう野球の歴史変えましたよね、可愛いですしねそうそうそう、なんか愛くるしいですよね、そうそうそう、なんかこうシリアスな感じせえへんから、ないです、ポワンとしてね、もう本当に純粋に野球が大好きで、それで好きだけで遊ぶまでいけるもんではないと思うねんけど、なんか体もみるみる大きくなって、そう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 、あんな数年で体って変わるんですね、うん、ねえ、すごいと思う、不思議ですよね、うん、勝利投手もね、あのオールスターの誇らしい、はい、でもてっちゃん先生もう一個、それにもう一個、もう一個、どうなんですか、1週間前の月曜日、これもうこれはね、泣きました、僕泣いた、てっちゃん泣いた、矢野監督も泣いてた、だって奇跡の大逆転、阪神タイガース、そうそうそう、だから不思議があってね、ずっとちょっと、調子良かった時期が通り過ぎて、もうチャンスは作んねんけども打てない打てないで負けることが多かったのがね、もう9回裏2アウトで3対0で負けてる、2アウトですよ、もう1人アウトになったらもうあかんって、もう諦めて、ファンの方も諦めてますよね、そう、そっからね、みんなが粘って粘ってヒットを打ち続けて、それでついに逆転してね、さよなら勝ちしたって、できるんやったらもっと早やっとけよと優勝がちょっと見えてきましたか、そう、あれでね、もう優勝も決まったと思いましたよ、思いましたか、はい、ということなんですけれど、おめでたいといえばまだあるんです、なる、てっちゃん先生、はい、令和3年度、はい、佐喜多賞受賞、おめでとうございます、ありがとうございます、本当にこれ、消化器内視鏡っていう、それの非常に大きな貢献した佐喜多先生っておっしゃる方が、貢献した人を表彰するって、もうお亡くなりになってるんですけどね、日本消化器内視鏡学会の発展に寄与した方に贈られるという、あ、そう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 、この会員の皆さん何人ぐらいいらっしゃるんですか、4万人ぐらい今、はぁー、令和3年度はてっちゃん先生がまだ10人ぐらいしかもらってないんちゃうかな、胃カメラ研究会として最初始まった、そうですね、はい、胃カメラ研究会やった時はカメラってもう、今から考えられないぐらい、ああそうですそうです、大きくはないんだけども、一番最初にできたカメラっていうのは中を覗けない、先にフィルムがついてて、光があって、それでこう入れるでしょ、そうするとお腹を通して光が見えるんですよね、その光を指標にして今どこを映してるかっていうのを大体想像しながら撮ってた時代があったんですよ、で今はそこの画像をモニターまで持ってくることができるようになったから、みんな胃の中普通に見てますけど、リアルタイムで見られて、それまではじゃあもう想像というか技術だけで、そうですそうです、じゃあここからどんどん進化しるという上では佐喜多賞受賞のてっちゃん先生の役目というのは大きいですよね、ありがとうございます、もう全然ゆっくりしてられないですね、まだまだそんなすごい先生とやってるんだなと改めて思いましたが、これもみんな僕が一人が取ったわけじゃなくて、みんなその一緒の仲間がね、はい、と一緒にしたことが、僕が代表で、評価されたっていうだけのことなんで、じゃあチームてっちゃん先生がチーム侍で取られたということですよね、はい、というわけでそんなてっちゃん先生に今回はですね、新型コロナの最新情報を伺っていこうと思います。やっぱり世間の皆さん気になるところは、ワクチン、
そうですね、はいはい、私は接種券が届いたんですが、はい、ちょっと予約がストップしちゃってね、なんかね最初の時とちょっと違っててね、今日はい、もう十分にワクチンがあるって言ってどんどん行けっていう感じでしたよ ね今になって足りないってちょっと殺傷なことですけどね。そうだからてっちゃん先生も実際打たれて、うんうん、でねウイルスの研究なさってる木戸先生にもお話を聞いて、うんうんうん、よし私は打つぞって思ったら予約できへんかったらいらんこと考えますよね。できないってなると、はい、やっぱり本当に大丈夫かなとか、はいはい、まあそれはね大丈夫、ちょっと、まあ、時期が遅れるだけでね、はい、間違いなくその希望する人はね全員打てますから、うん、それは心配しないでください。そこまでにやっぱりデマなんかも流れてくるじゃないですか。そうですね、はい、それもどこまでがデマで、うんうん、どこまでが本当かっていうのも、はい、本当の情報も回ってきますからね。そうなんですよ、特に、ね、学生さんたちは、はい、まあ、情報を集めるのが得意なんやけども、うん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 、その選択できないんですよね、なかなかね、それ何がいい情報で何が悪い情報、うんうんうん、だからデマに対する回答集とかね、はい、そういうのを作ったり、はい、あと、まあ、Q&A もね作ったりして、はい、なんか変な情報でね受けられるのに、そのいろんなことで恐怖感があって、はい、どうしようかって思ってる人たちには、うん、本当に正しい情報を伝えたいのでね。そうなんです、そういうのを作ってます、はい、大阪市立大学のこれホームページから見ることができるんですね、はいはい、気になるワクチン接種16の疑問 Q&A、はい、これは実際読んで知ることができる、ね、さらには、はい、てっちゃん先生が YouTube 動画を作っておられて、はい、私も YouTuber な YouTuber だったんですねゆるキャラやわ YouTuber やわ大活躍なんで、あでもこの番組も YouTube で聞くことをできるんですよ皆さん。もう特に YouTuber なんですけども、はい、実際のてっちゃん先生の Q&A の様子見て、はい、安心したいわって言われる方はですね、まあ、大阪市立大学のホームページもしくは元気出していこうてっちゃんねる、はい、この番組のホームページから飛んでいただくことができるんですが、はいはいはい、その中でもねいろんな質問があるんです、うんうん、この番組の中でも、はいはいはい、紹介してもらいたいと思うんですけれども、そうですね、はい、やっぱり気になるのが、うん、副反応。副反応ね、まあ、はい、最近ね その心筋炎がね、うん、ワクチン接種によって起きるっていう報告が出だしたのでね、みんな心配してると思うんですけども、そうですね、まあ、これは100万人に13人っていうぐらいのね数なんですよ、はい、だからもうほとんど天文学的数字で、で、うん、その辺フラフラ自転車乗って危ない、うんうんうん、運転してる方が危ないよ。そうなんですよだからそれぐらいの確率なんで、うんうん、起こることは起こるんですけども非常に稀ですし、うんうんうん、ワクチン打たなくてコロナウイルスに感染するとそれでも心筋炎起こるんですよ。あ、そうなんですか、うん、そっちの方がね、はい、重篤になる可能性もあるし、うんうん、頻度も高いんですよね。感染した人を調べると、はい、その心筋が壊れて出てくるタンパク質があるんですけど、はい、それを検査するとね3人に2人はそれが出てるんですよね。ワクチン打たずに感染してしまうと、うん、そういうのが重篤化しやすくなるから、うん、打つ方が、うん、まあ、メリットははるかに大きい。特に私の息子世代ちょうどうんうん、一大の学生さんとかの世代、うん、はい、今もしかしたらラジオをお聞きの方はお孫さんの世代、はいはい、一番迷うと思うんですよ。なんかそうですね、だってコロナにかかっても、うん、そこまで重症じゃないかもしれんし、うんうん、でもワクチン今打ってしまって、はい、なんかそれが不妊につながるっていうような、ね、うんうん、デマが流れたりとか、だからそういう情報もあって学生さんたち世代は、そうそうそう、うん、より悩みますよね。そうですね、はい、だから不妊にしてもね、はい、あれもデマなのは、うん、RNA っていうのはウイルスの作るタンパク質を作らせるための設計図なんでね、はい、それ自体は体に残るものでもないし、はい、もうすぐ壊れてしまうんですよ。だから教えたら壊れて消えていくんですか。そう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 、だからそれでその、設計図通り作られたタンパク質も、まあ、3日ぐらいで消えるんですけどね、はい、その間に抗体ができるから。そうなんですか。うんうん、だからそ抗体は残るわけですよ、はい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 、それとか記憶してる細胞があるから、はい、本物のウイルスが来た時にその記憶してる細胞とか抗体を作る細胞が認識してまたやっつけるための作るわけでね、元打ったワクチンの RNA はもうすぐに消えてなくなってしまうから。消えるんですね。はいはいはい、これだいぶ変わってきました。私子供に関してなんで本当にちょっと迷ってたところがあって、だからこれ遺伝子やと思うからね。そうなんですよ、ね、残ったら例えば遺伝子組み換えが体の中で起こったら違うのかとか、はい、そんなことは絶対起こらない。
もうまさにそのように思ってました、うん、あとなんか花粉症とかアレルギーの反応みたいに聞くと、うん、ああ私花粉症やしハウスダストにも弱いしとか、なんかそういうふうに思ってしまって、うん、接種しても大丈夫っていうような質問もあるんですけれども、大丈夫ですよ、花粉症の方も大丈夫、差がないんですよ、うん、花粉症とかアレルギー持ってる人と持ってない人とで副反応の出る率に差がないんですよね、はい、だから大丈夫なんですけども、もし心配だったらその15分間普通は観察するんですけどね、それ30分に伸ばしてもらうとか、はい、してたらまあ安心できると思うんですけど、これはもう自分から言えますもんね、ちょっと怖いんで、うんうんうん、15分のところもうちょっといますっていうのは自分で守れる方法ですもんね。というように本当に細かな質問にてっちゃん先生、うん、そしてこの番組のゲストに来てくださった木戸先生がですね、分かりやすい、メッセージを YouTube からも出しておられます、よかったら大阪市立大学のホームページ、また元気出していこう、てっちゃんねるのホームページの方をご覧ください、はい、これ僕は消化器内科専門なんでね、感染症の専門家ではないんですけども、はい、だからちょうど、素人と専門家の間ぐらいの、はい、先多少取っといて間ではないと思うんですけどただ感染症の専門家 の、うん、木戸先生とか柿谷先生のちゃんとチェックが入ってますから、はい、もう安心して、はい、専門家の意見と思って見ていただいたらいいと思います。はい、わかりました。というわけで、うん、この番組続きはウェブでというふうに終わらせていただきたいと思います、はいはい、ではてっちゃん先生今日の一言お願いいたします。もう一言そうなんですよ今日早いんですよ、まあ、ワクチンを、はい、接種することに対する過剰な、ね、恐怖心を、うん、まあ、持たないようにしてもらいたいと思います、はい、これ決して強制されるもんじゃないし、うんうん、打たなかったからといって差別を受けるようなもんではないのでね、はい、受けた人も受けない人に対して揶揄しないように、はい、ちゃんと心がけてほしいと思います。わかりました、どうもありがとうございました、はい、来週もお楽しみに。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品。元気出していこう。てっちゃんねる。はい、番組では皆さんからのお便りを募集しています。健康についてのお悩み相談、てっちゃん先生に聞きたいことなどどんどんお寄せください。メッセージをご紹介させていただいた方には、てっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本をプレゼント。そして1名の方にはてっちゃん先生が開発した携帯用パーティション、しきっちゃを差し上げます。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2で、てつアットマークobc1314.co.jp、 ファックスは 06-6577-0301、 おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらでお待ちしています。そして番組のホームページから過去の放送もすべて聞くことができます。よかったらアクセスしてみてください。元気出していこうてっちゃんねる、ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島アミルでした。それではまた来週。この番組は小野薬品工業の提供でお送りしました。